全日本ミニサッカー大会派遣人制かなんかを芝生でやったわけで、それにはもう熊本県代表で出てた。すごいっすね。やっぱすごいんだろうね。水下騎士の音声でギリギリ、今回のゲストは磯貝宏道さんでーす。よろしくお願いします。オフサイドです。オフサイドです。もうオフサイドです。オフサイドいやいやいや、磯貝さんのこんなところにわざわざ来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。お呼びいただきありがとうございます。いやいやいや、もうちょっと今日はですね、まあ磯貝宏道という男、まあ、知ってる人は当然いっぱいいますけどまあ僕が知ったのはやっぱり中学生ぐらいですから、その頃の話とか、はい、もういろんなこと聞かせてください。はい、NG ないですよね。うーん、いけ、多分いけると思う。俺は結構真面目に生きてくる。本当ですか。結構意外なところも聞けそうだなっていう感じもするんですけども、とりあえずじゃあ、ありがとうございます。いいですか、僕お先にいただいて。はい、よろしくお願いします。いや、もう磯貝さん、普段住まいは大阪。まあ大阪が今は多いですね。今は。で、尼崎の方のチームでちょっとこうサッカー教えてるんで。あ、そうなんですね。ちょっと顔出してる。だからまあ向こうにいるのがちょっと長いかな。サッカーに携わってるんですね。なんかね、恩師にそんなにさ、まあ、ちょっと俺ちょっと前かな、やっぱり恩返しした方がいいと思って。ああ、はい、意外。そうそう、だからあんまり約束できないから、はい、まあ、そういうところに入れてもらって、ね、邪魔しないようにお願いします。僕が磯貝さん知ったのは本当中学生の時に、まあ、高校サッカーで、僕と3つ違いなんで、はい、入れ違いなんで、もう帝京の磯貝っつったらもうすごいっていう、もう本当憧れじゃないですか。3つ上とかって5個6個上だと結構上ですけど、はい、3つ上ってなんかもうまだね、見るからね、2つ上とまたちょっと違 う感じで。で、熊本出身なんですよね。熊本、なんか知んないけどあっちの方から来ちゃったんですよ。呼ばれて前に本田さんに出てもらって、本田さんとかもいろいろ聞いたんですけど、でもその九州でも、もう長通ってたんでしょ、相当。まあ、小学校の時よ。はい。何サッカー始めたんですか。え、何サッカー始めたんですか。始めたきっかけ。始めたきっかけ。いやいや、なんかね、アイスクリームにちょうど配ってたね、その先生が。はいはい。でもこっちのこうジャングルジムからこうずっと見てたわけ。なんで食べれんだろう。はい、じゃあまた次の日またそこにいて、じゃあまた配ってさ食べてるわけ。なんだアイスクリーム食えんのみたいな。へえ。1週間ぐらい見せたら俺もやりますって言い始めね。はいはい。でも時は部活が4年生からだったじゃん。はい。ああああ。ね、だからお前やりたくてもあれだから、途中のハンドボールコートでリフティングしてなさいよ。それは何年生ですか。3年生。3年。でこうやってた18回ぐらいつけて最初ね。はいはい。で次の日は77回ぐらいしました。すごいですよ。で3日目144度行ったから、まあ、まあこっちでやれって言われて。へ、はい、やったことあったんですか、その時は。何もない。すごいですね。いやでも本人はすごいと思ってないわけよ。あ、そのできんだなみたいな。すごいですね。いやでもそういうのほら、なんか感じないから、落とさないでやれっていうだけだから、なんていうの、リフティングはどうだとかやって、もう落とすのあれ。俺小学校で100回もできたことない。だから3日ぐらいでやっちゃったから。それはでも先生はちょっとそうそうそう、ね、感じますよね。でもこっちはほら分かんないんだよ、うん、でなんかね、そのまあ1年ちょっとかしてるから、今度広島のなんか遠征連れて行かれた時に、はい、その時長井いたわけ。長井がいて、俺は5年、2、3年後かな、長井あって、はい、それ長井のチームにね、世界で4万2000回ついて作ったわけ。うん。ね、だからそれ聞くから俺は大したことないんだろうなと。でも俺はもう途中で1500ぐらいでやめたわけ、うん、こんな必要ねえなんて。試合中1500なんかやるわけねえなんて。そうですね、はいはい、ね、確かに。やっても3、4回だなと思ったから、もうそんなん1500回やるより3、4回こうもっとこうクオリティ上げていこうと思って、はい、で、まあ、あのボールトラップっていうか、そっちの方にこう、うん、興味がいったりするし、回数じゃなくて、はいはい、そういうもんで小学校が高学年で気づいたんですね。そうそう、4年生ぐらい、4年生ぐらい。すごいです。そういうところ、今だとなんか僕らこう言うじゃないですか、子供たちに。リフティングも大事だけど、リフティングやるんだったら、蹴る、止めるをやった方がいいよっていうことを言いますけど、リフティング何回できますかとは言われますけど、まあ、それよりもこっちの方が大事だよっていうところを、自分で気づいちゃったんですもんね。そうそうそう。ね、じゃあ、小学校の、もうじゃあ4年生から試合の方も、6年生の中にも出てます。そうそう、だからその3年で始めたじゃん。はい。でまあ、こう来て春 その3月の全日本ミニサッカー大会8人制かなんかを巣鴨でやったわけ。
それにはもう熊本県代表で出てて、すごいっすね。大体順調です。まあそうでしょうね。いや中学校は普通の中学校ですよね。まあ僕らの時は当然そうじゃないですか。そう強かったんですか。県で1位がね。だからまあそう。あでもその、まあ、その流れだった。そうだ、地元のチームが強いから、うん、その公立中学校行けばその中学校強いってことです、ね。強い。だからその時もだから1年間出てるから。レギュラーじゃない時がないぐらいだからなんすよ。そうですよね。だ自分の中じゃなんかこう当たり前だったけど、はい、なんか今こうやって振り返ってみんなの子見てるとさ、あれ出ないの？なんでお前出ないのみたいな。まあ3年ぐらい大したことないだろうとか言って、走るスピードが全部違うのに、ここ出てたのかなって。へでも小学校の時にもこうあちこち試合行くから、まあ、友達いっぱいできるよね。うまあ、もちろんその長い言葉にしても、やつにしても、だから今でもみんな仲いいからさ、九州で、鹿児島行ったら、まあ、あいつがいるとか、はい、大分行ったらあいつ、宮崎はあいつ、今、長井さんって大分ですもんね、大分は。よく泊まりに来たの。へぇー、いや、そんな兄弟みたいな感じ。あ、そうなんですね。優勝者の国ですよね。そう、で、俺らの、そのまま行ってるところ、熊本から行ってるやつも多いから、まあ、考えてみれば普通だなみたいな。やっぱ強えんだ。二宮さんとかは、ね、そうやっぱ強えんだなって、うん、で中学校の時もあれですか、代表とかもあれだったジュニア小学校の時は優秀選手選ばれたらあれ聞くじゃん、 CTC とか NTC とかで全然縁がないから分かんないですよ。県側とかあるね。はい、分かります。県側とかで合宿するんだけど、夏と春と冬なんか合宿があって、そしたら1個か2つ上のセンターもやってるから、はい、大したことねえなって思って、あ、こいつ大したことねえなみたいなさ、もうちょっと俺がでかくなったら見とけよみたいなさ、体力の差だけだぞ。さあ、まあな、体力の差だけだみたいな、頭あいつら空っぽだなみたいな。素直ですか。それは分かる。怒られるっていう人がいたいのもな、憧れの選手はいたんですか、サッカー選手。いや、まあ、でもサッカー一番最初にいたのがアルゼンチン大会のケンペスとなんかこう、紙吹雪になんかこんなことをやってる、わっすげえ、なんかすごいな、あれが最初だったね。僕は、まあ、スペイン大会、あ、そうだよね。僕はもう3年生ぐらい、ちょっとキャプテン翼が始まったんで、あ、そうだそうだ、だからもう僕らはどっちかというともう、そこで多分サッカー人口が増えた世代なんで、中は小次郎かね、交流してるかなんかだったね、当時ね。逆にもう6年生、中1ぐらいだと見ないでしょ。でもやっぱ、あれは見るよね。漫画の方は見る。あ、まあ、当時漫画しかなかった。そうですね、当時漫画。少年ジャンプね。そう。少年ジャンプ見て。キャプテン翼のあの技とか見て、大したことねえなとは思う。いや、お前、やってみてえな。そうですよね。僕も本当、オーバーヘッドどうやったらできるのかなっていうところから始まりましたからね。そうなるよね。はい。プールで練習するでしょ。あ、僕プールでやらなかったですね。もうマットの上か布団の上か、まあ、砂場の上か。我々はもうあの川のダムのこう貯水池とかそういうとこ行って、はい、自分でこうなんかビーチボール投げとか、飛び込んでやったりするじゃん。まあ水の上で。あ、水の上で。そうやってみんな工夫するんですよね。工夫するですからね。そう。痛くないようにやってっていう。でポジションはもう基本的にフォワードですからね。フォワードで全部やんなきゃいけないみたいな。自分で。セントフォード全部やんなきゃいけないみたいな。中学ぐらいなんですよ、フォワードですか。いつまでフォワードですか。まあ、まあ、フォワードかな。さ、まあ右、まあさ、中1とか右ウィングとか左とか、サイドとか。それ以外真ん中でやりたい。ヘディングシュートとかするんですか。当時は結構強かったけどね。体は大きかったですか。そんな言うほど大きくない。それは中学校の時はじゃあもうサッカーだけですよ。なんかちょっとこう悪いことはしなかった。いや、もう俺もタバコも酒もほらなんていうの、まあまあ中高じゃないけど、その辺からがもう全く昔だったから、なんかそういう悪いことすると学校ごと出場停止になったりとかさ、なんか変な噂さだったりさ、でもサッカーのためにもう、もう全て、勉強のどこ？勉強のトップクラス？いや、それ上か下か分からない。どっちがどっちか分かんないけど。そう。いやでもね、やりました。でもちゃんと中学校の時試験。いやあのね、英語は普通、まあまあ普通って悪い方の普通よく分かんないですけど、でも数学はダメ、
数学はもう全くダメだね、まあ、算数から数学になると全くダメ、まあ、まあそれそうですね、分かんないですよね、うん、であと社会的なものはね、全国でこうなんか模試とかやると100点とかだから1位2位、だからあちこち行くじゃん、なるほど、遠征であちこち地理的なことがすごいなんだ、そうだからもういろんな場所の何かとかほら名産品とかなんかもう全部覚えるわけでしょ、テストでなんかもなんだよみたいな、当たり前だろみたいな、うん、確かにサッカー選手地理詳しくないから、ね、詳しいそうで当時はあなんていうの寝なかったから、か提供ね3年ぐらいまで寝なかったんです授業中、そのねお先生もそのサッカーの先生が、うん、話は目で聞けっていうかずっと目見てなきゃいけないから、ね、なんか怒られんだなみたいな、ずーっと寝ないでずっとこう授業もこうお先生が出てる、だからなんていうのかなそういうのは最後まで提供の3年ぐらいだったら見始めたまあまあ、わかりますよ、なんでそれです辛いとかね、そうそう、辛いとかじゃないけどね、引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。